フリースラント・フランク戦争は、7世紀から8世紀にかけて、フランク王国とフリースラント王国、フリース人の間で行われた一連の戦争。初期には、ライン川川口地帯をめぐって争われ、フリース人がおおむね優勢であったが、フリースラントをレッドボットの守護フランク人が優勢となった。733年の防音川の戦いで、フリースラン王国は壊滅し、 ラウエルス側異勢がフランク王国領となった。それより東のフリースラントも772年に併合された。793年に起きた最後の大規模な反乱が鎮圧されたことで2世紀にわたった戦争は終結した。民族大移動時代の結果としてネーデルラントの北方、西方にフリース人がその東方にザクセン人がライン側、 川口域にバルニ族が、そして遥か南のスヘルで川付近にフランク人が住み着いた。フランク人はメロビング朝の下で北ガリアの覇権を握った。フリース人は数々の小部族が林立して非常に緩やかに連携しており、特定の部族が突出することはなく対外戦争の指導者として王を選出した。フリースラント王国は7世紀後半に 最大半島を築いた。フリースラント王は南方のフランク領に興味を示し、アルドギスルの時代にはネーデルラントの大半を影響下に置いた。バルニ族の動向はよくわかっていないが、フリース人とフランク人の勢力の間に挟まれ、滅ぼされたと考えられている。メロビング朝のキルペリク一世の時代は、フランクの文献によれば、フリース人とスエビ族による、 恐怖の時代だった。実際フリースラントでは600年頃にフリース人がアウドルフの下で戦争に勝利したことを記念する効果が発見されている。フランク王国で内乱が絶えなかったこともあり、フリース人は南方へ大きく勢力を伸ばした。しかし630年までに状況は変化した。ダゴベルト一世がフランク王国を再統一し、 アウデ・レイン側ナンを再征服したのである。この時フランク人はフリースラントにキリスト教をもたらし、ユトレヒトに教会を建てた。ダゴベルト一世の守護フランク人は征服地を維持できず、ドレスタットを含むラインデルタ中央部は再びフリース人のものとなった。フランクの高価生産は中止され、ユトレヒトがフリースラント王の新たな住まいとなった。アルドギスルヒキール。 フリース人は、ローマ帝国時代に築かれた国境の要塞をめぐって、フランク王国の文国ネウストリアの救済、エブロインと衝突した。アルドギスルは、巧みな機動戦略により、フランク軍の進攻を食い止めた。710年から735年頃の、フリースラント王国のシャット銀六690年代に、救済ピピン2世へ率いるフランク人は、 ドレスタットの戦いでアルドギスルの後継者レッドボットを破った。この戦いは不明な点が多いが、結果としてフランク人はドレスタットを回復し、ユトレヒトなどの城を奪った。この時期生ウィリブロルドがフリースラントに広塚サ教区もしくは死教区を設置している。また711年にはピピン2世の長男グリモアルド2世とレッドボットの娘、 手腕死んだが結婚している。レッドバットの後継者はよくわかっていない。フランク王国救済、カール・マルテルのフリースラント侵攻を受け、大継承に混乱が発生したと考えられている。フリース人はまともに抵抗することができず、カール・マルテルはライン川を越えてフリー側まで征服した733年、カール・マルテルがフリースラント遠征軍を起こした。 フリース人はボーン川の戦いで敗れ、イースターホアに追い出され、最後の王ポッポも廃止した。キリスト教徒であったフランク人はフリース人の異教の神殿を略奪、破壊した。フリースラントの王権をぶち壊したカール・マルテルとフランク軍はおびただしい戦利品を携え帰還した。この戦いでフランク王国はフリーラントとテルソヘリングの間のフリー海峡、大陸側では ラウエルス側までを併合した。フランク王国の最盛期を築いたカール大帝は772年にラウエルス側伊東に進行しフリース人やザクセン人と衝突した。30年にわたるザクセン戦争の末にフリースラントとザクセンの全土がフランク王国の領土となった。フリースラントが完全に征服された後もフリース人は何度か フランク人の支配に反抗して放棄したり、キリスト教の神道に抵抗したりしている。聖母ニファティウスの殉教最初に、フリース人への伝道を行った聖母ニファティウスは754年に、わずかな友を連れて、フリースラントに赴き、多くの洗礼を行い、フラネカーとフロー人間の中間、ドックムにほど近い場所で、集団検診式を開催した。しかし、その場に、 信者は現れず代わりにフリース人戦士の集団が現れた。聖ボニファティウスがフリース人の神殿を破壊したことに行き通っていた彼らは老聖職者を視察した。ボニファティウスの伝記によればフリース人はボニファティウスの荷の中に金や財宝があると思って殺害したが2を開けてみるとキリスト教の本しかなく落胆したという。ザクセン人は ウィルキントの指導の下長年にわたって、フランク人に抵抗していた。これに同調した、ラウエルスガワイ島のフリース人は、782年に、反乱を起こした。異教が復活して、教会は略奪、放火され、聖、リュードゲルスラキリスト教聖職者は南方へ逃れた。これに対し、カール大帝は783年に、ザクセン遠征し、 返す刀で783年にフリースラントに進軍したフリース人はザクセンのウィルキントと同盟し784年には彼に援軍を送っている。しかし785年にウィルキントは降伏してしまい孤立したフリース人の反乱は過劣な鎮圧を受け終結した。最後のフリース人の反乱は793年に発生した。 アバール人との戦争にあたって、フランク王国がフリース人やザクセン人を徴兵しようとしたのが発端だった。反乱はラウエルス側を越え、フリースラントの広い範囲に広がった。一時異教が復活し、キリスト教の聖職者は亡命を強いられたが、間もなく反乱はフランク人に鎮圧された。ありがとうございます。